かな、来たかな。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。見えてますか？見れてますかね？皆さん、こんにちは。コメントください。見れてません。まだ見れてません。見れてませんか？こんにちは。皆さん、お、来たかな？今来たのかな？来ました。来ました、来ました。皆さん、こんにちは。さあ、これから山チャンネルも始まりますが、なんとね、ここで協力の応援団来ました。このイラストも描いていただいてます。ゴーユリタ、ゴージャパン。さあ、本日のゲスト、こちらの方です。どうぞ。じゃじゃじゃーん。どうも、こんにちは。北海道銀行フォルティウスの大宮選手と小野寺選手です。今日よろしくお願いします。よろしくおお願願いいしします。ます。いやー、急遽ね、お越しいただいてありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。皆さん見えてますかね。大宮選手と、そして小野寺選手ですけども、もうコメント欄ではキャーとか入ってますね。もう応援団も大興奮ですが、さあ今日の試合ですけども、日本対韓国ということで、この日本はね、グループリーグが、なんと、B リーグ8位で A リーグの9位の韓国と対戦します。そんでもって、勝った方が来年そのまま世界選手権のこのトップ20の方で試合が出れますけども、負けたら下から上がってこなきゃいけない可能性が出てくるので、非常に危ないという、とても重要な一戦ですので、激アツな応援よろしくお願いします。激アツ、応援しまお願いします。す。まあ、ということでね、まだまだ時間がありますので、まあ、じゃあ大宮選手からね、なんか世界選手権も行ってきましたので、なんか感想とか、まあ、自由にしゃべってください。自由に 世界選手権を終えて日本に帰ってまいりました。たくさんの応援ありがとうございました。と今はですね、東京で帰国後の自主隔離期間ということで、と部屋におこもりしております。 はい、ます。はい、ありがとうございます。小野寺さん、どうぞ、かおちゃん、自由に小出し野て寺くださん、い。はい、世界選手権ではたくさんの温かい応援ありがとうございました。無事日本に帰ってきました。また頑張るので応援よろしくお願いします。はい、お疲れさまでした。世界選手権もね、まあ、惜しかったですけど、結構ね、いい試合もあって、こちら、日本からは楽しませていただきました。お疲れさまでした。その節はありがとうございそまのした。説は本当すにごい盛り上げありてがくれとう。て、いや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 。大会中もちらちらちょっと見せてもらってました。ありがとうございます。もう、そということは帰ってきて、1週間半ぐらい経ちました。もうちょっと2週間ですか？うです、もうちょいで開けます。開けますはね。い。じゃあ、それが開ければ、やっとご自宅に戻っていけるということでしょうかね。そうですね。久しぶりのおうち。どのぐらい、そうなると1ヶ月以上行ってたってことになるのかな？そうトータだルでと。ちょうど1ヶ月ぐらい1ヶかな。月ちょっとか。ああ、長いですね。非常に長い。コメント欄の方にはね、伊藤あやみさんからは、皆さんお疲れ様です。今日は最初からコメント失礼します。私も同じパーカーを着て応援しやますめということちゃで、あやみちゃんからもご連絡いただいてます。う。 同じ、今日かぶっちゃったんだよね、こそう、の合わせてはいないんですよ。ちょっとご紹介かしてぶっちもゃっいいですたよ。な。かぶった、服は何ですか？コロンビアさんの、お、長 T です。長 T、はい、いいでおす気に入りね。です。おしゃれ。ちょこちょこカホとはね、服がかぶったり髪型がかぶったりしちゃうんだよね。そうなんですよ。そう、打ち合わせしてないのにね。考えてること一緒なんですよ。そいいチームワークということですね。う。
素晴らしい。さっきね、トーリちゃんも行った気がする。あ、トーリちゃん見た？うん。トーリちゃんもいた、ありがとうございます。トーリちゃん、今ね、俺も探してんだけどね。これね、そう、こっちも集中して見とかないと、どんどん過ぎちゃいますから。うん、もうね、なんとね、視聴者が500人超えてます、もう。おぉ。すごいことになってます、もう。すごいことになってます。すごいですね。はい、いやー、すごい、さすがですね。はい、ゲストが来ると、本当にすごい、すごいことになっております。ありがとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。もうね、かなり日本のね、ファン、カーリング詳しいですから、もう、バシバシいきますよ。いや、そうですよね。むしろ私とっていうより。そう、ミックスダブルスのことがあんまりわからないので、今日は初心者の立場でいろいろ質問したいなと思って来ました。はい、教わりに来ました。ありがとうございます。はい、お願い。早速お願いいたします、はい、PO さん、PO さん、大ファン、大ファンってこんな踊ってるのが今出てます。PO さん、ありがとうございます。それから、ガンさん、カホちゃん、アンナちゃん、世界選手権お疲れ様でした。これからも応援してます。今日は解説頑張ってということで、ガンさんからなです。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。今日の試合は、このね、ショットバイショットっていう、絵だけですので、うん、ここから私たちは裏解説をしていきたいと思いますので、はい、頑張ろう。イメージ大事ですね、はい、まあでもこのね始まりはもう道銀がね世界女子でテレビ中継なくなって始めたのがこれがスタートですから、はい、あ、じゃあもううっさんさんは慣れっこですね。いや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 、これね、いや、すごいね、やってくれてよかったですよね。いやいや、一番最初僕もねちょっと不安すぎてもう多分厳しいと思ったんですけども、筋肉部のね谷田くんに一緒にやろうよって言ったらいいよって言ってくれたから、そっからノリノリでできましたね。はいです。今日はヤスは来ないの？ヤスさん今日は、はい、今日、はい、忙しかったか。いや、ちょっと一応ね、ユータとはチームメイトだけどライバル関係にもなるかなと思ってね大丈夫かな。あ、そっか、一応ね、一応ね、はい、まあでもヤスさんも見てるかもね、はい、うん、コメントください。ヤスさんコメントください。世界女子の時はねロコソラーレさんも出てもらって、いやー感動しましたよ本当に。それでねヤスもね朝歯磨きをこの YouTube でやったりとかねなかなか楽しい感じです。ということなんで。磨いてきちゃったからな。はい、うん、まあ、自由な感じですので、何やっても、はい、大丈夫です。のびたぱさん、のびたぱさん、世界選手権お疲れ様でした。山口さん、素敵なゲストありがとうございます。ということで、のびたぱさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやそうなんですよね。はい、ということでもうちょっと試合まではありますので、なんか世界選手権行ってみて今回その新しいやり方だったじゃないですか、まあ、バブルっていうか、まあ、観客もいないし、そういう意味ではなんか新たな発見とかなんかあったんですか？どうぞ大宮さん。新たな発見と、お客さんがいなかったので結構まあ会場は静かだったんですけれど、うん、まあ、日本のチームにとっては割とまあ慣れてる環境というか、うんうんうん、あんなアリーナに何千人も入って試合するっていうのは逆にないので、うんうん、それほど違和感はなかったけれど、どうだろうね。あんまりこう大会中も試合の時以外はチームメートとも会わない生活、各部屋でご飯を食べたりだとか、っていう感じだったので、うんうん、このリフレッシュする方法っていうのを、まあ、ここでいろいろ考えながらやってたかなっていう感じでしたね。なるほど、なるほど。なるほど。本当に。なんか、ああいう風にして、頑張って、こう、大会を開催してくれて、本当になんか感謝してますね。すごい大変だったと思う。ありがとうございます。無事に終わってよかったね。かおちゃんはどうだったんですか？やっぱりお客さんがいないのは、寂しかったんですけど、でも、こうやって、日本で、
こう画面を見ながら応援してくださる人もたくさんいる中で、戦い切れたっていうのは本当に良かったなと思ってます、うん、なるほど、まあ、いろいろね、うん、あります。通りちゃん、そう、通りちゃんからコアな通りちゃんからさっき連絡来まして、通りちゃんね、インスタライブでなんか、うん、あの鑑賞会してくれてるということで、あのそちらでも応援してますので、ちょっともう端末が足りないです、はい、皆さんもね、いろんな端末使ってみてください。昨日はね、あのあれだったんでね、うん、ちなみちゃんがね、あのインスタライブしながら、うん、もうみんな同時にもう、はい、端末何個も使ってやってます。お忙しい感じだった、はい、昨日は、はい、そんな感じでやっておりますのでね、もう皆さん日本からスコットランドにね、熱い応援を送りましょう。送りましょう。それとね、あ、いいですね。さっき、コメント欄で、世界カーリング猫さん、世界カーリング猫さんがね、いつも情報くれるんですけども、すごい情報ですよね、はい、いつも。そうなんですよ。世界カーリング猫さんの情報によりますと、LSD の結果さっき教えてもらって、うん、はい、日本松村 42.1、 吉田107.1 ということで、合計 149.2、 韓国はこれからですということで、おお、すごい、はい、そんなことになってますね。なんとかね、高校取りたいっすね。さあ、ということで、試合はじゃあまだこれから韓国の LSD をやるということはまだね、すぐ始まらない可能性がありますので、まだまだ雑談タイムしましょう。はい、しましょう。はい、そうしたらね、世界選手権のアイスっていうのはどうだったのかなって、こう選手的には僕は気になるんですけども、どうでした？日本のアイスよりはちょっと重めが多かったかなっていうのと、うん、使ってないパスはやっぱり重くなっちゃう、一発目がちょっと重くなって、使い続けると滑ってまっすぐになってくっていうアイスで、うんうん、ちょっとその幅の取り方とか、うん、ウェイトの使い分けっていうのはちょっと難しいアイスではあったのかな。なるほど。って感じですね。なんかタイム的にはどんな感じ？うん、なホグとホグだったら14秒ぐらい。もうちょっとか。13半とかが。うん、ああ、じゃあちょっと重いね。うん、重たいとこ12後半とかで止まってたね。ああ、うん、じゃあ結構重いね。この間の稚内の日本選手権だと、滑ってたら15近くまで行ってた記憶があるから、14後半とか、だそうなると1秒以上違うもんね。そうだね、2秒ぐらい違うともうあれだよね、稚内を基準に考えるともうハックとかテイクアウト系の感じじゃないともうドローにならないってことだよね。そんな感じだったね。結構こうリリースでしっかり伝わってないと、うん、なんかこう大きくこう結果が変わってしまうっていうか、うん、少しでも手元が弱くなるとすごい手前に止まるみたいな感じのアイスだったかな、うんうんうん、なるほどね。アンナちゃんはどういう感じでした、うん、投げてみて。はい、最初から最後まですごいよく曲がって、うん、なんか石の研磨もしなかったんだけれど、結局最後までいい感じで曲がってたので、うん、こうやってる分にはすごく楽しいこう展開が多かったんですけれど、うんうん、やっぱりそのウエイトのアジャストっていうところで結構読み切れない場面が多くって、うんうん、まあ、これでいいかなって投げてもこう決まらなかったりする場面っていうのもあったので、ちょっとこう自分の中のモヤモヤが結構溜まってしまったかなっていう感じでしたね、うん、なるほどね。やっぱ難しいんだね。うん、なんかこの間そのこの間のロコと話した時だったっけな、なんかその、うん、アリーナアイスもやっぱちょっと感覚的にはカーリング場のアイスと普通の専用のリンクとアリーナアイスもやっぱちょっと違うかもね、うん、みたいなことはね言ってた気がするしね、うんうんうん、結構季節的にももうあったかい日もあったりして、あ、なるほどね、外が
20度の日もあれば、まあ、うん。寒くなって雪が降る日もあったりして、結構その外気にも影響を受けて、その日その日で状況が違ったっていうのも、結構トリッキーな要因ではあったかなって感じはしますね。なるほど、なるほど。チャットの方では世界カーリング猫さんによる LSD の結果が日本が149.2で、韓国が52.8合わせて。ということで、ユリタはハンマーと取れず先行スタートですということですね。大丈夫です。大丈夫ですよね。大丈夫です。ミックスダブルスはスチールできるチャンスがたくさんあるんで。ですね。大丈カホちゃんはミクサウルスね、もうパパとも出ましたしね。夫です。準優勝だっけ？ 3位でした。3位3ね。位か。そっか。対談そう動画でにす。ね、パパと出てきましたからね。いやーね、急に ね、ありがとうございま呼んす。でくるっありて言っがとうございて、急にお父さんを出してすいません。ます。はい。いやいやいや、ありがとうございます。あ、面白かったよね、あれ。いや、ウケたよあね。りがとうございます。お山チャンネルでは大人気のあの動画になってますから。ありがたい。アンナちゃんはダブルスやったことあるの？全然ないんですよ。おああ、そっか。ま、一練回習もない。でやったことはちょこっとあるけれど、ちょっとルールすら危ういから、今じゃあ、日ちょっと復習も兼ねていろいろ教えてやりましょう。いはい。ただきたい。大丈夫ですよ。私もね、表解説も裏解説もやってますから。い今やー、パンさん、出ますよ。プロ感がすごいな。今日10試合目になりますんで、大体ね、なんとなくす傾向ごは分かってきましたんで。い。すごい。お、石が。あ、来お、ましたね。ついに来ましあ、た。見た。お、始まった。始まりました。ちょっと。はい。YouTube の方はまだ始まってないですけど、はい。本当の方は始まってますんで。本当こに。のライブ配信ちょっと遅れてますので、皆さん15秒ぐらいかな、わかんないですけど、遅れてますので。まあ、見ていってください。はい。ということで、日本、松村選手ね、ど真ん中にドーンと決めてきましたので、もうイエーイ、すごい。100%ですよね。ナイスですよ。完璧ですね。完璧です。スカルペル63、63、スカルペル63。報道関係者でコロナ陽性が出たときは大変だったんですか？ということで、これちょっとエンド終わったら2エンド目の前にちょっとじゃあ話しましょうか。これちょっと後で教えてください。ということで、韓国も突き返してきたということですね。このね、ミックスダブルスは、こうなるべくセンターライン上にどんどん溜めてくるので、この溜め方に負けないように、基本的にはセンターライン上に常に置いていくっていうのが、まあ、勝負の分かれ道になっております。なんかいい感じでツムツムが始まって、ああ、いいですツね。ムツム出ますね。はい。今日ちょっとこれお知らせしますけど、こう綺麗なツムツムっていうのは、私たち業界用語ではビタンコって言いますので、今あ、ビタンコね。ビタンコ、オッケー。私は個人的にビタビタって言って まなるほす。ど。じゃあ、はい。どちらかのパターンでいきましょう。はい。ビタンコで今い日は、やいやいや、ビもう、タンはい。コ両方使っていきましょう。学んで、はい。頑張ってる私。おお、もうビタビタ来まくってますよ、これ。来てますねえ、相ね。手も。非常にいい感じですね。EP07073、同銀ファン、歓喜。おお、EP07073、ありがとうございます。ありがとうございまありがとうございす。ます。あ、報道関係者でコロナ陽性が出たときは大変だったんですか？ってはい。書いてそうね。ですね。書いてるんで、ちょっとエンドをね、これ一エン回ドこれ、ファンでやってはい。って。あ、了解しまし終わった。たらちょっと早速、僕も聞きたいですよね。あっと、また積んできました。しっかりね。つむつむですね。はい。ビタビタと。はい。続ビタビタ？あ、はい。本当だ。続ビタビタ？でもどれ日どれ？本ね、先行だから、これはね、こうやってもう縦に並べていけば、とりあえず大丈夫です。なるべく崩されたくないって感じですか、そうっこれすは。ね。多分だから日本もう一回ね、これね、しっかりと、まあ、いわゆる団子6兄弟まで、こうしっかりと、団子6兄弟。団子6兄弟まで、ナイはい。ス。おお、もう一つ。もう一ついけばね、多分、まあ、とりあえずこのね、こいつはだいぶ、ナンバーワンは多分しばらく出せないんじゃないかなと思うんだけども。いいとこついてますよね。はい。
ビタンコ公演。はい。ビタンコ。そうですね。試合配信はないんで、この、はい、この上、この絵だけでね、やっていきますけども。あ、前ですね。あ、前ね。あ、前もね、悪くないですね。ガードにしたんですね。ガードかな？うそ。うん。ガード。あ、本当だ。うん。ガードも悪くないね。こっから多分ね、そしたら一回払ってくれると思うんだけど。相手は崩しに来ますよね、うん、きっと。そうなんですよね。いい感じ。これいいよ。多分これで一回払ってくるけど、もう一回ガード置けばいいから。まあ、このままいけば日本1-7か、1点取らせる。どっちかっすね。今のところ。あとね、この絵がね、完璧に正確ではないっていうのをね。ああ、見え方と怪しい感じですね、怪しいきっとこれ。そうそう、あと、終わってからちょっとずつあのずれてる時ある。あの戻ってくるっていうか、修正されてる。出たもん。なんか動かしに行ったのかな、これ。いや、僕の方ね、まだ更新されていません。あ、本当だ。あ、前に当たってるのかな。そうだね、タップ中行こうと思ったけど、曲がっちゃってガードに当たって、でガードに止まったって感じだね。あ、そうだね。ドローでインターンで 0% だからミスですね。うん、よし。ってことはね、日本多分ガードすればいいと思うんだよね。センター、まあハウスに入る系のガードでもいいし、まあ長いガードでもどっちでもいいかな。多分。ね、そう、ちょっとずつ動かしていく系なのかね、韓国の。アンナちゃん、コンチネンタル出た？あ、出た、そういえば。なんかここで今コメントで今あったよ、コンチネンタルでやったんじゃないみたいな。そうですね。本当だ、やってるじゃん。エディント。誰と？エディントしかも。エディント？マジ？すげえな。最強じゃん。そうだった。そういえば、相手は。それすげえな。めっちゃ上手でしたね。え、アンナちゃん、イチゴ投げたの？多分。もうなんか、それすらもちょっと記憶が曖昧なんだけど、でもすっごい点数取って勝った気がする。おー。うん。汚いところで、ガード置いてきました。ちょっと 50% ってなってるんで、ちょっとず、うん、少しね、曲がんなかったのかもしんないけども、まあ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 、ガードにはなってんじゃないか。ちょっと間空いてんのかな、ここ。それはすごい。結構なんか試合の YouTube 見てたら、リリース具合結構曲がったり曲がんなかったりの差がなんかあるのかなっていうふうに見えたけど、うん、はい、かおちゃんいなくなったけど大丈夫かな。まあ大丈夫か。すいません、ちょっとあの Wi-Fi の調子が悪いので、ね、はい、ちょっと待ってください。大丈夫です。お話続けててください。はい、全然大丈夫です。はい。いやもうね、すごいことになってて、視聴者がね、間もなく1000人いっちゃいますよ、この早い段階で。はい、すごい。すごいっす。この応援パワーは。やばいっす、これ。1000人いけばね、多分ね、勝ちますから大丈夫です。もう1000人以上いけば大丈夫です、うん。はい。もう勝ったね。はい、もう勝ったみたいなもんですよ、もう。うん、はい、勝ちました。さあ、相手のまだショットが来ないから、まだ考えてるのか。来た？お？ガード？俺、まだ来てないんだよ。若干ね、この更新具合も若干、あ、本当だ、ガードってことは、ってことは、韓国ナンバーワンの可能性あるね。うん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 、そうなんだね。うん、でもう押されたら、やでも押されてもやばくないと思うけど、もう、もうどうしようもないと思って。はい、超一点死守パターンですか、これは。そうっすね。そういうことか。大丈夫ですか、かおちゃん。あ、戻ってきました。おかえり。映ってます。映ってます、バッチリ。よしよし。なるほど、ワンなんだ。多分、うん、
多分2だったら押しに行ってるはずだけど、押しに行かないってことは。でもこんなにね、5個並ぶっていうのは多分あんまなかったかも、5個は。確かに。なんかもう、すべての石いますね、ハウスの、ハウスというか、確かにプレイエリアの中に。うんうんうん、そうね。あと何個投げるんですか、3つのブースは。あ、すいません、これね、今ね、そう、残りの数が、すいません、ちょっとね、今、ハウス上にして、もう黄色、あ、今ね、日本今投げたから、ガード置いて、相手が次最後。あ、そっか。だからもうね。あ、もう。あ、ちょっと行き過ぎ、これ。動かないね、これは。うん。うん、多分もう、だから日本はこれでもう、1点取らせるということですね。うん、うん。はい。いいじゃないですか。いいんですよ。いい。これは、こういうやつですね。パホパホパホってやつですね。これです、はい。あ、忘れてました、こいつです。あ、これね、あれなんだよ。今回ね、バージョンアップしたんですよ。あ、今回バージョンアップしてこれなんだけど、これないかな。あの、同銀製はね、すいません、まだね、あの、このミニチュア版だったんだけど、今回ミキサブルスの時にこう、ちょっとでかいのです。でかちょっと違う方みたい。全然違うでしょ、大きさ。そうなんです。それどこでゲットするんですか？これはね、100均 であって、そう、こっちはね、アマゾン。こっちしたんだね。あ、さあ、終わりました。1エンド終わってですね、あの、もう、はい、やんなかったってことですね。ノットコンシダーだから、あ、もう投げずにスルーみたいな、はい、日本1点ということで、はい、1点取らせたときはナイスフォースです。ナイスフォース。ナイスフォース。ナイスフォース。はい、もうこういうノリで言ってますから、すいません。お願いします。超ナイスエンドじゃないですか。いや、もう完璧っすよね。うん、素晴らしい。そしてもう1000人超えたということですが、1000人超えてます。ました。はい、じゃあそこでね、あの、先ほどのちょっと質問ね、ありましたので、ちょっとこの辺で覚えてますかね。うん、あの、隔離中、うん、報道関係者でコロナ陽性出たときは大変だったんですかっていう、スカルペル66さん、ロックさんからあのいただいてますけど、どうでした？どうだった？あの、スウェーデン戦が私たち夜に入ってたんですけど、はいはいはい、その試合が延期になって、はい、朝夜の日だったんですけど、まあ、夜がなくなって、はい、少し時間が逆にできたので、なんかゆっくりミーティングする時間ができて、私たち的には悪くはなかったんですけど、うんうん、でも本当にその大会関係者の方々は本当に大変だったと思いますね。うん、なるほどね。うん、私たちは問題なかったですね。そうね、なんか一応報道関係者と選手が使える動線が完璧にもう分けられていたんで、うん、ほぼ接触はもうない状態だったので、うんうん、なんか選手が危険にさらされてるっていう感じではなかったのかな。うん、なるほどね、なるほど。うん、あ、その辺のあれ対応とかがちゃんとマニュアルっていうかさ、あるんだね。なんか対応がすごいね、うん、やっぱ。なんか会場見取り図の中にグリーンゾーンとレッドゾーンっていうのがあって、グリーンゾーンは選手が使っていいエリアで、レッドゾーンはそれ以外の報道関係者みたいな、うん、こう入り口とかエリアも完璧に分かれてたので、うん、こっちから陽性の方が出ても、うん、なんかあのその接触はないような状態だったので、うん、ただ単に次の日からテレビクルーがいなくなって試合が普通に再開されるみたいな感じで、あまり混乱はなかったのかな。なるほどね、なるほど、うん、うん、なるほど、ありがとうございます。ということで2エンド目が始まってます。すいません、始まってますね。はい、相手韓国の1投目が真ん中にナンバーワン作ってきて、日本の松村選手の1投目はそれにくっつけてビタンコショットを決めてきたということです。ビタンコ、はい。そんで、世界カーリング猫さんの情報によると、ショット率が日本1エンド終わって松村 100%、 吉田 83%、 チーム 90%、 フォルティウスはカッコリラックス度ということで 90%、
Wi-Fi トラブル分でマイナスって書いてますね。はい。面白い。あ、山口は安定感 110% いただいております。ありがとうございます。プラマイゼロですね。そうですね。いい感じですね。実践合わせて 200%。はい。というこんな流れでやっております。はい。ということで、あと、団子4兄弟を目指した韓国ですけども、うん、ちょっとセンターからずれたようですので、日本はチャンスを迎えますね、これで。チャンスだ。チャンスタイム。ちょっとね、多分押せばいいと思うんだよね、こういうのはね。ちょっと押して、で、できれば、うん、そう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 。ペッペッっていう感じができればベストかな。か、まあ多分キーキーは多分できないと思うんだよね。そうなんですよ。カホちゃんがダブルスやってた時は、イチゴ投げたのは、イチゴだったかな。ヤスともやってね。ヤスともやってたし、パパさんともやってたんだね。パッサーの時どうだったか、234かな。更新されました、情報が。日本なんかいい感じ、黄色に触れたんだ。触れたんだね、触れれたという感じだね。でナイスじゃん、これいいと思いますね。はい、この T ラインより奥にね、相手の2つ追いやってるっていうのは結構いい傾向なんですよ。なるほど、うん、すごくいい形じゃないですか。はい、うん、そうなんですよ、こんな感じですね。素晴らしいですね。うん、絶妙にいいウエイトだね、うん、これは、はい、多分。うん、あ、アンナさん、カホさん、さらに可愛くなってるって出てますよ。あれマジでありがとうございます。隔離期間で何かが起きたかもしれません。喋んない方がいいかもしれない。だね。行き合ってるね。あ、来ました、また。韓国はカムアランド、アウトタウンから、カムアランド。どっから来た？大外から切れ込んできたんだね、センターに。曲がるんだね、結構。曲がるんす。でもこんだけ曲がれば次反対サイドからナンバー2かナンバー1の赤を押して少し黄色を下げていけばもう全然問題なし。T 横だもん、空いてない石がね。そうそうそう。さっきのやっぱゆりかちゃんのね、1投目のキーキーで押したのがね、結構良かったんじゃないかなっていう感じかな。あれ、安政谷田いますよ。え、安政谷田コメント入ってます。かわいいに照れてんじゃねえ。安政谷田さん、あれ当たりがきついですね。見てるの本当に、なんという塩対応なんでしょうか。ようですね。安政谷田さん、もうなんだなんだ。いるじゃねえか。いるじゃねえか。やっぱり来てた。ちょっと谷田さん、そうですね、いいですね。はい、さあどうですか、情報しちゃったやつ。どうした、結構しっかりウェイトじゃない、この黄色がたくさん動いてね。そうだね、日本ナンバーワン取ってる、撮ってる、撮ってますね。おいいショットじゃないですか、 100% 出てるしね、インターン側から、うん、ナイスです。ナイスショット、ナイスショットですね。さあということで、ここね、2点以上のチャンスね、来ると思うんすよね。結構ね、1エンド目にフォースできると、で2エンド目に点数が入っていくところも勝ちパターンになるから、
ここで2点取ればもう日本の勝利の確率は相当傾向的に上がるかな。うん。うわー、相手が。お、いいとこに。入ってきた。おお。これはナイスショットね。入りましたね。うん。これ来たから。でもさ、使える石いっぱいあるね。そうね。多分このアングルだったら、この右の赤から行くよりは左の赤からテイクかタップ系行ければもう最高だね。うん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 。どっちも使える。いいね。うん。このコントロールゾーンにね、自分たちの石があるっていうのが結構大事だよね。うんうんうん。いい形ではある。さあ。どうでしょうか。どうでしょうか。さあさあ。お。どう？ん？どうどう？動いた動いた。動いた。めちゃめちゃいいよ。めちゃめちゃいいよこれ。めちゃめちゃいいよこれ。これね、いわゆるこのセンターライン上串だとしますと。離れ団子三兄弟なわけですよ。はいはい、おこれ最強っすよもう。最強ですよ。縦並び最強説ありますね。そうっす。しかもこれもうさ、前側に3個もう塀になってるみたいな感じだから壁ですよねこれ。うん、でも中に入ってこれないで、これはもう 2,3 点いっちゃうんじゃないかな。うん。いい。自分たちは使える石があるけど、韓国は。韓国ね、もしかしたらもうこれガードか、しょうがないから2点まで OK っていう意味で、ハウスの中入れてきた5番ぐらい狙ってくるかな。なんかさ、この絵上だけだと、右の5番っていうか6番から、最後、ユータが、センターの方に赤にめがけてテイクすればなんか黄色だけ出ていきそうな感じもするんだけど、うん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 、確かにね、うんうん、だからそういう意味では右側サイドをガードしてくるんじゃないかなと思うんだよね予想的には、うん、左側だったらまあタップで2から3かなと思うんだけど、右側のか来たどう、おおまだ俺更新されてない、そうだねだダブルだけどそんなに速いウェイトじゃないじゃないね。しかも日本は今ナンバーワンだけ取ってるから、うん、まあドローでワンツーで2点かナンバーツーを少し押せればっていうところ、うん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 、かな。もうラストショットですか。もうね、日本ラストショットですね。あと早いな。あ、これすいません。残りこれ、これちょっとごめん、見えない、見えなくなってる。ごめんごめん。ここにあるんだ。なんか、あと3投くらい投げたい。うん。本当だね。いい形。日本2点はこれドロー決めたらね、硬いよね。うんうんうん。お、コアナ選手、いい配置。コメントいただいております。鳥ちゃん。あ、このなんお、うん、どうなの、あおどうなった、どうなった、なんか、あ、ちょっと弱かった、ちょっと弱かった、気持ちショートだね、うん、で1点かな、うん、うん、1点っすね、日本1点っす、あ、1点っす、まあ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 、うん、まあ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 、うん、いい形作ってます、ね、まあいい形ですね。うん。で、仕打ちをしている感じですね、これは。うんうんうん。いいですよ。今のエンドは素晴らしかったね。うん。面白い。さあ、そうなってきますと、今2対2で、あ、2対2、1対1で3エンド目に入っていくというところでございます。え、さあさあさあ、ちょっとねこの辺のねミックスダブルスのやっぱね難しさがね、あのウエイトとかねアイスの変化がねすぐやっぱり2人だけだと読むのに時間がかかるっていうのはね、うん、あるのかなと思うんだよね見てて、う
あ、カホ今あれ来たよ。位置情報の送信やった。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、はいはい。あ、そうか、隔離中だからね。そういうのあるってことね。じゃあちょっとね、あの、はい、やっててください。僕もね、ちょっと今、新しい情報が今来ておりますが、あれ？ちょっと待ってくださいね。あれ？どこだ？あれ？ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。やべべべべべべ、ちょっと待ってください。ちょっと待って。頑張れ、頑張れ。やべべべべ、あれ？今ね、ちょっと。今ね、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。なんかちょっと喋って。なんか仕事してる？無茶ぶりだけど。なんかさっき、富士急の石垣さんについて面白いこと喋ってくださいって。ちょっとすみません、解説もしながらちょっとお願いします。ちょっと一回ちょっとパソコンの方を僕いじってますんで、ちょっとお願いします。ちょっと解説お願いします。マオはなんかいろんなことが起きますね。マオの周りには車買ったら壊れるとか、いろいろいろんな話、なんか会うたびにいろんな事件をこう話してくれますね。あ、今来た。なんかいつもユーミとマオとカホの3人セットでね、うん、大会終わった後とかにね、なんか3人一緒にいたりするけど、すごいいい感じ見てて。昨日も LINE しててさ、うん、いやー解説ジャックするかって言ってて、うんうん、で今日どうですかって言ったら、うん、ちょっと用事があるんだ。あら、忙しいんだ。ダメでした。これカホとユーミとマオだったらめっちゃ面白かったんじゃない？いやー、もう試合見れないよね、多分ね。放送どころじゃないみたいな。でも全然試合は見れないよね、多分。マオの話をずっと聞いて、うん、終わるよね。で、どっち勝ったってなるよね、多分。それ、うちらの親の感じじゃない？あ、そう、どうだったのってなるよね、うん、はい。あ、なんと特別ゲスト来ました、ここに。おっと、あれ、どうもあ、チャオ。すごい、もうやってる準レギュラーの谷田で。いや、レギュラーだよ、レギュラー。素晴らしい。すごい、本物だ。いや、本物だろ。本物じゃないっすか。すごいですよ。谷田さん、ちょっとショットバイショットも、ちょっとこっちの YouTube チャンネルだけだと時差ありますので、もし端末があれば別の窓で見てください。あ、わかりました。そうね。あ、わかる？見方。カールイットっていうやつで見てください。はい、探してみます。あれ、うん、慣れてる感じですね。こなれ感あるな。ということで、日本はね、今ね、吉田選手が、くっつけドローに行ったけど、ショートしてガードに当たっちゃったっぽいんですよね。なので、ただ先行だからね、センターガードを強めにしたっていう意味では悪くないかもしれないね。うん、崩しづらくなりましたね。はい、ヒールがくっついてる。右側に。本当だ、来たね。お、そうね、右側に来たね。うん、ただこれだと、日本は黄、赤、黄の団子3兄弟になってて、この法則からいくと、うん、この次男の位置は挟まれると1回じゃ出せないっていう法則がありますから、うん、赤の次男ですか？はい、赤の次男がね、次男、はい、だからまあちょっと1回分はまだとりあえず大丈夫ってことだよね。うんうんうん、もう1個乗せときたいっていう感じですか、ここは。そうだね、本当は右側か左側からでもいいけど、とりあえずセンターライン上に1個置いとければ結構いいかなと思うんですが、うん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 、う
すごいことになっておりますよ、このチャンネルも。やっさんがね、やっさん歯磨き、歯磨き、歯磨き、これなんか歯磨きしてほしい人めっちゃいるじゃん。まだそんな時間じゃねえだろ。やっさんこの間ね、あのあれだったもんね、出社前に来てもらったもんね。朝5時ぐらい。はい、日本いい感じですよ、吉田選手。むしりカレー食ってたんで歯に挟まってますかね。チミ磨かないと。うん、あれじゃない、糸ようじじゃない、糸ようじ今日。そうだね。あの間に、あれ失敗したら歯茎に刺さるからな。わかる。取れなくなって焦るよね、あれね。ザクってね、いっちゃうんだよね。うん、お、なんか動かしてた。はいはい、いいんですよ、今素晴らしくね、展開はいいですから。あ、これゆりかちゃんね、いいとこ決めましたんで、ちょっとタップしたね。うん、ちょっとタップして、やっぱ TO 君にね、少し下げといて、まああの4人制も同様、この5番6番の位置をしっかり取っとくっていうのも非常にいいと。うんうんうん、おー、もう来たよ。あ、センターライン上乗せてきたと。なるほどね。どこから来たのかな。だけどね、多分 75% あ、やべやべ、 75% はね、完璧ではないから、これ多分ね、この赤を超えてカバーされてればやばかったけど、赤の前にいるからそんなに大丈夫かな。うん、お、すげえ、1200人だって。1200人いっちゃった、すごいね。ない。やっぱ、やすさんパワーじゃないですか。やすさんの。そうですね。いやいやいや、美人2人のパワーです。いやいや、いい方だった。あ、やすさん、帽子よく似合ってます。着てるよ。ありがとうございます。髪伸びっぱで。ひどいことなってんで、帽子かぶらせてもらった。あ、吉田選手、右からタップしてきましたよ。これはいいっすよ。あ、上手上手。おお、すごい。もうこうなってくるとね、もう日本は1点取らせる形にもう向かってるかな。うん、さあ、すごい。今3エンド目ですか。3エンド目ですね。2エンド目ね、ちょっとチャンス来てたんですけども、2点取れずで。まあでも展開的には日本のペースにも入ってきた感じはしますが、うん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 、いい感じ、いい感じでございますよ。さあ、まだ、あ、どこ投げてきたんだ、この、あれ、あ、ガード、ガード、これだ、ロングガード。まだ来てないです、私。来てません。お、超ロングガード置いてきてます。超ロングガード、多分この相手はもう1点取りに、うん、そうだね、この赤赤キーで押されるともうナンバーワン取られるって思ったから、もうガードに切り替えたんだね。でもこれいけるんじゃないかな、この位置なら。長いからね、うん、早いのではいけないけど、このガードの外から回り込んで赤赤キーってちょっと押せればね、もうスチールの形になるね。なるほどね。すごいことになっておりますよ。次が9トン。あ、ガード？ガード？ガードでした？右サイドにガード？左サイド？あ、じゃあ1点取らせに。左サイドね。うんうん。行っても、じゃあもうお互い1点でいいよって話になったってことですね。うん、そうだね。うん。なんか1エンド目のような。そうだね。お互いに。うん、でまあこういう展開だとやっぱり日本が先に2点取って相手にもうちょっとね、ギャンブルさせていきたいよね、うん、そしたらミスが出てきてまたスチールできるチャンスが来るかもしれませんね、うんうんうん、あ、終わったのかこれ、あれも投げた、あ、またノットコンシダー出ましたね、うん、あ、スルーですね、そういうことか、はい、もう何もやんなかったってことですね。うんうん、はい、日本ナイスフォース、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 ナイスフォース。
いいんじゃないですか。やつは居酒屋にいる人みたいだよ。もう飲みたいぐらい。ああ、いいよ。あ、土曜日か、今日。今日仕事っすか。いや、今日休みで。あ、休みですか、お疲れ様です。しっかりお尻鍛えて帰ってきました。お尻鍛えて。大事だよね、お尻ね。大事。やさん何もぐもぐしてんですかっていう質問来てますけど、今チョコチップクッキー食ってます。え、チョコチップクッキー。チョコチップクッキーね。チョコチップクッキーかわいいな。さあ、オレンジジュース。そってオレンジジュースです。すごい、もうなんか筋肉合わない。まあまあまあ、いいんじゃないですか。全然合わねえわ。いや、私カナダ行ったらオレンジジュースいっぱい飲むよね。なぜか飲むよね。なんでかわかんないんだけど、いつもそんなに飲まないけどさ、飲まさるよね。飲まさる。飲まさる。北海道弁だからね、多分。皆さん分かっていただけると思います。はい、お刺さったとか言う。あ、世界カーリング猫さんの情報をいただきました。ショット率日本3エンド終わって、はい、松村83、吉田83、チーム83、谷田かっこサプライズド 50%、 なんとなく予感してました。予想されてましたよ、谷田さん。前回ひみこと比べたらだいぶ低い。確かに。ひみこさんすごかったですよね。あれですよ、一昨日ぐらい、はい、天気良くて、はい、あのチャリ乗ってたんですよ、あのロードバイク。はいはいはい。ロードバイク乗ってジム行こうと思ってジム行ってたんですけど、はい、その途中で近くにマックあるんですよね。はい、そこで、あ、白い車ドライブスルーから出てきたと思ったら、ひみこさんでした。ひみこ、ひみこバックでドライブスルー買ってました。バックで。やっぱりとダンキーです、ひみこは。ひみこお祈りしてもらおう。ジャンキー何買ったんでしょうね。食べたかったんだな、ポテトかな。見られるという、はい、さあ4エンド目始まりました。韓国はまたセンタードローからですね、ちょっと押したようですが、まあまあまあ、はい、始まってた、始まってます。おう、なんか、あ、猫さん。ちょっと熱っ、よきはみ出す、確かに。確かに、ちょっとで画面上左の方にはみ出してますよ。あ、ちょっとあの画面、これを、あ、なるほど、なるほど、なるほど、ね、これを見ながら。さあ、日本松村1投目、いい感じですよ。しっかり、相手のナンバーワンを押して、ティー奥に下げて、自分はセンターライン上にいるというね、素晴らしいショットでございますが。あ、本当、ナイス。あ、そうですか。今日はじゃあきっとひみこさんもお祈りしてくれてると思いますがね。うん、見ているはず。はずですよね。マックフルーリー飲みながら応援してると思います。マックフルーリーね。が激しい。ひみこ様。さあ、インスタライブの方では通りちゃんが、やってるようです。そちらも皆さん見てください。忙しいですね、今日も。今日も、はい、みんな盛り上がって、あと韓国はセンターの方にくっつけてきましたが、うんうん、これは多分ね、重なりが斜めだから、まあ、タップできるかもしれないですね。黄色下げていければベスト。ちょっと広げていきたい感じか。うん、谷田さんはもうあれですか、シーズンインしてるんですか、それとはまだトレーニング期ですか。いや、緊急事態宣言でカーリング場空いてないんですよね。ああ、うん、そっか。で、そもそもカーリングできないですね。なるほどね。え、北海道全部、北見とかも。とりあえず北見が、ところも北見どっちも閉まってて。あ、そうなんだ。札幌はね、ゴールデンウィークは閉まってたよっていうのは聞いたけど、うんうん、なるほどね。今も閉まってると思う。うん、中はできないんですよ。なるほど、じゃあもう、うん、今日はそれでケツを痛めてきたと。痛めてきたと。お尻、はい、しっかりと、ね、お尻と一緒に。
はい、やっていきます。あ、D 直文さん、D 直文さん、4人の素晴らしい応援に感謝、ね、ありがとうございます。 D 直文さん、ありがとうございます。押してきました日本、吉田選手で、これいいんじゃないですかね。またビッグエンドのチャンス来るかもしれないっす。うん、いい感じ。ちょっと何かな、はい、残りの投球数が若干見えないんですね。はい、2人は隔離どうやってどうしてるんですか。穏やかにしてるよね。うん、じっとしてる。絶対なんかしてるでしょ。いや本当に、うん、走りに行くぐらいかな。ああ、外散歩ぐらい。うん、うん、あとはもうずっと部屋。部屋にいるね。何してた。僕はまあなんかやっぱ海外から帰ってきた直後で英語喋りたい欲を刺激されてるから、うん、ネットフリックス見ながら、うん、ネットフリックスのゴシップガール、ゴシップガール見てた。ゴシップガールを見ながらニューヨークでイケメンを目指してた。目指すところがすごいね。いや大事だね。でもね、うん、ゲーム進んでます。進んでますね。進んでますね。韓国がね、センターラインに入ってきたんですよね。カムアラウンドしてきましたので、こっち側かな。いい、うん、ただ、これね、いい、うん、ただ日本ナンバーワン、ナンバースリーかな。なので、まあ、これを一回どっか下げとければいいか、うん、ヒットロールで先にワンツー作っちゃうかだね。うん、ただヒットロールでワンツー作っても T オクだから、これ押されちゃうと、これ押されると微妙かな。どう、うん、お、アウトターンからタップ、まあ悪くないかもね、悪くはないと思いますが、うん、ただ次右側からタップ仕返されてくるとスチールされる可能性も一応あるね。そうですね、微妙に石が T 奥に溜まってるから、うん、相手もこちらも両方チャンスって感じ。そうだね、うん、うん、黄色は右側で赤は左側に。そうっすね、分かれましたね。そうですよね。昨日のそういえば試合見たね、だいぶゆうたくんがね疲れてきてるような感じの表情にはなってましたね。そういえば、うーん、そうなんですか。昨日なんかね、あと多分そのドローが強いのが今まで何試合か多くて、うん、結構スイープを多く使ってショットを決めようっていう感じに変更してきたっぽくて、だからか、まあ、試合終わった後の表情もちょっと疲れ気味の顔だったかなとはね、いう感じでしたかね。うん、スイープで普段いつもしてるわけじゃないからきついよね、きっとね。そうだよね、うん、まあスイーパーでもきついですからね。辛いですよね。間違いないな。間違いないわ。やって自分で履かなきゃいけない。やっさんなんかこの間日本選手権4人制終わってから中1週間でまたダブルスだったから結構辛かったんじゃない。いや、ヘロヘロですよ。ねえ。タフだわ。よく最後まで行ったと思ったもんだから、そういう意味ではさ。よく最後まで行けたんだと思いました。ヘロヘロ。すごいよな。うん。あ、失敗韓国。お。これ当たっちゃって日本ワンツーはもう獲得してるっぽい。うんうんうん。これ何しに来たんだろう。多分ね、フリーズしようと思ったら曲がりすぎて当たっちゃったのと思う。そっか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 。このツーにフリーズしようと思って、左側のね、赤のツーにフリーズしようと思ったんだと思うんだよね。うんうんうん、これはチャンスじゃない。これだからドロー決めれれば3点っていうパターンもある。うん。か、これ黄色、右のキーキーダブルはまあちょっと難しそうな感じは見えるけども、こっちだって一応4点もある。4点はないか、ドローかな。どうでしょう。いや、あーそうだ、ごめん、まあ、最後じゃなかった、本当だ、あと2投だった。失礼。じゃあもうここ行っちゃい、あ、なんだこれ、
なんか来た？斜めにタップしたの。斜めにタップ。アウトターンから。ああ。じゃあもうちょっと厚く当てたかったのかな。でも 100% になってるけど。シューターをもうちょっとガード気味に残したかったって感じ。あんまりちょっと転がりすぎたかもしれない。うん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 、もしかしたら。こんな悪くないかも。悪くないね。これ横からダブルされてもこっちキャッチするから、右の黄色からダブルナンバーワンに向かってされても、2点は取れそうな感じするけどね。やられても。ワンツースリー。今、日本ワンツースリーだね。スリー。うんうん、もう一回このまま続けて投げたいねこれね。ね。行きたいね。チャンスタイム、うん。チャンス。チャンスタイムね。なるほど。あとは何かあるかな。あと左からダブル。うん、でまあバックガード風に赤を固めとく。うん。ナンバーツーになるようになんかどっかに狙ってきたりするかな。うん、ね。赤と赤の間に、この、いけんのかしら。なるほどね。もういけないかね。お来た？あー、ワンツーアウトな、これ。どうなった？ちょっと、え？待て。ちょっと待て。全然わかんないだ。ワンツー、スリーも置くかもしれないね。おで、ワンツーは決まってんね。あー、スリーが怪しい。スリーは、あ、でも 0% ってことはさ、どうなんだろうね。3まで持ってる可能性もあるのかな、うん、ありえる ねえ。とりあえず2点は確定してるんで、絶対2点は確定してるぞ。チャンス、チャンスだね、うん、前半これで終わりだから、まあなるべく点差欲しいよね。うん、うん、ドロー0。ちょっと短かった。短かったけど2点だね。2点ですね、日本。3対2。2点。うん。おぉ。OK。まあ、OK ですね。まあ、OK です。ナイス。はい、ここでハーフタイムです。ハーフタイムですよ。お早い。早いです。ミックスダブルさんね、早いから。一瞬だね。そしてね、もうね、1350人ぐらいいっちゃってますね。すげえっす、これ多分。すごいね。はい。すげえことになっております。やっさん、今日なんかないですか？あの、紹介。紹介。お宝映像。画像。はい。いやー、実家だけからな。実家は宝の山なんですけどね。なんかありますか？誰かお宝物。アンナちゃんかカオちゃん。お宝発表会。お宝？はい。なんてあれ聞いてないんだけど。これ YouTube だからそういうね、あの突撃インタビューじゃないですけど、そういうのありますから。なるほどね、はい、もうもしお宝あれば、はい、ちょっと探してくる。おやさん、そんな探したの。やっさん帰ってきました。はい。あ、なんだ。これではないんですけど、はいはいはい、紹介してもいいですか。お願いします。あのコンサドーレのカーリングチームのグッズが実は先月販売されて、はい、タオル、マスク、はいはい、キーホルダーの3つ販売されてて、もう販売されてないんですけど、はい、買った人はこういう感じで物届きますよっていう感じで。あ、はいはいはい。タオルは、はい、僕の顔面と一緒に届きます。すげえ、それすげえ。めっちゃかっこいいじゃん、はい、結構ガングロの谷だよ、届けすごいすごい、それすごい。顔つきじゃん、すごい人、それすごいです。たまたまのタオル。これ何？何？え？お試してみて。あ、今ガングロの谷田紹介してました。やば、ガングロ本当にかっこいい。でもすごい。これあれですからね、一応美白加工でこうなってます。美白されてね、ガングロなんです。どういうこと？学校でここまで白くなった。ちょっと一回挟みます。千葉の人が、千葉の人から、かほちゃん応援してますということで、千葉の人応援いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして、何か紹介してくれるんですか？ありますか？他に紹介グッズ。あ、紹介、すっごいもうくだらないものでいいでしょ？はい、いいっすよ、いいっすよ、全然。私のお気に入りの T シャツ。じゃーん。出た、納豆マフィア。そう、
いいな。納豆ね。なんかこの大遠征中に、はい、隣に泊まってたカナダ人の宿泊客からもらったんです。そんなことあるの？そう。へえ、納豆、納豆はあれですか？普通に食べるのが好きなんですか？納豆、うん、そうですね。普通に食べるし、はい、からしをしっかり入れて食べるのが好きです。あれぜひね、あの柚子胡椒入れて食べていただきたいね。なになに？柚子胡椒。めっちゃうまいよ。めっちゃうまい。うちの実家はあの簡単黒酢を入れて食べてる。美味しそう。黒酢ね。うん。どうでもいいけどね。なるほどね。なんかタリダさん他に紹介グッズありますか？求めますね。もうちょっと取っときますか。一応ね、今1321人来てますので、まあ1500人ぐらい行ったらみたいな感じにしておきますか。ああ、なんか見せます、はい、じゃあ探しておきます。はい、小野寺さん何かありますか。いいですか。大丈夫ですか。まあ、あ、これ取っといてもいいですか。大会前にコナーがくれた、はい、おマグ、それ赤じゃないんだ。青だよ。青だ。青持ってない。どう？うん、赤だけ今までずっと。黄色もあった。黄色もあった。へえ、うん、あ、ちなみにね、この間やってた時コナーめっちゃメッセージくれたよ、コメントね。え、うん、なんか、ね、見た、あ、なんか見た日本来るんじゃないの彼。もう行こうかなみたいなこと勢いあるよね。うん、うん、来ちゃった方がいいなと思ったけどね。うん、うん、山のリードでやるよって言ったから、おお、いいなと思ってたんだけどね。うん、そうっすか。ありがとうございます。まもなく多分、もぐもぐタイムがね、まもなく終わるのかどうか。お、ショット率出てますよ。出てます。お、ショット率、はい。ちょっと待ってください。もう、ショット率、あ、すみません。みちこさん、みちこ佐々木さん、みちこ佐々木さん、今日の応援、最強応援団と山口さん最高の裏解説にということで、みちこ佐々木さんありがとうございます。どうもありがとうございます。あ、世界カーリング猫さんのショット率によりますと、4エンド終わって松村75、吉田85、チーム81、出演者オリンピック出場率75ということで 100% 目指してくださいということで、やっさん頼みますよ。お、まあもうほぼほぼもうね、いきますよね。うんうんうん、はい、ゲーム頑張ります。はい、頑張って応援します。あ、5エンド目始まりました。はい、松村選手センターライン上に乗せて、その後韓国がちょいと押してきたというところですね。うんうん、ということで、まあ、出てきたの、はい、センターライン上に、まあ、くっつけ返しっていうところじゃないですかね、ここは。すごいですね。これ、2って更新されないんですか？ん？点数って、この点数？そうです、3対2、3対2合ってます。あ、3対2か、そっか、合ってます。もっとだと思った。さあ、ということでね、このハーフ明けもやっぱり合図の変化がね、結構あるようで、このエンドをなんとかね、耐え切れば多分かなりいいと思いますがね。やっさん、スルメ食ってんですかって出てますけど。あ、チータラです。あ、チータラ。タンパク質取るね。いいね。なんか減るよね。これ今すごいリラックスしてるね。チータラお尻に溜めてます。お尻の筋肉にね、電筋に。さすがです。さあ、日本吉田選手は、少しタップして相手のティー奥に押すと、これ形はね非常にいいと思いますよ。おー、いいね。はい、いついつ、めっちゃいいっすよ。お、韓国が意外と前からテイクアウト狙ってこないからね。うん、おー、惜しい惜しい、うん、おー、のせ、ん？カマみたいな感じか。まあ、こっちの辺にとりあえずナンバーワン取りに行っちゃうんだろうな、おそらく。
ナイスチータラーとか出てますよ。ナイスチータラー。ナイスチータラー。そっくりと上がりそうだな。いっぱい食べとき。さあ、来ました。アウトターンから、センターライン上に乗せて、ナンバー3ですね。ナンバー3っす。ただ日本これナンバーワンナンバーツーでナンバーフォーかな、ティーオークの赤に黄色に向かってるから、とりあえずしばらくまだナンバーワンは取ってられると思うから、日本はこのティーオークの前のティーオークのストーンにくっつけるかヒットロールができればパーフェクトじゃないかなと思いますがね。右側行ってほしいな。うん、チョコチップからチータラ、それが谷田スタイルって書いてるね。やめよ、下になんか物食うの。あ、右側から、あ、もう進んでる、2つ来た。あ、右側から韓国が来て、ゆりかちゃんが左から行ったって感じかな。あ、アウトターン打ったんだ。アウトだね。右からだね。うん。うん。あ、じゃあ、本当はやっぱ狙ってて、ちょっとショートしちゃったのかな、75% って。そうか、かもしれん。か、ちょっと曲がりすぎっていう意味なのかな。さっきからずっと一個気になってるコメントがあって。はい、お願いします。うん、犯人はヤスっていう人がいる。え、なんだ、犯人はヤスってコメントって。本当だ。本当だ。犯人はヤスは。犯人はヤス。何なんですか。何だろう。何なんですか。調べて。やらかしてたかな。何なんだろうね。確かに。犯人はヤス詳細知ってる人いたら教えてください。はい。でコメント欄じゃあぜひ犯人はヤス。でも犯人はヤスって懐かしいって。若い子わからない可能性すらある。わかんないわ俺。もう犯人って言ったら犯人はヤスって出てきたんだけど、何の候補に。ヤスさん知らないんだって書いてるよ。いや知らないよね。知らん知らん。ポートピア連続殺人事件って書いてるよ。ん、なんだ。犯人はヤス懐かしいね。へえ。ファミコン世代って書いてるよ。あー知らないね。へえ。さあ。犯人はヤスだったって感じ。お、なんか動いてます、ね。はい、動いてます。右からね、あのレーズで 100% ってなってるから、うん、いいショット決めたのかな。タップしたんだろうね。センターガードのやセンターにあった6番のをちょっと押したけど、日本はまだナンバーワンだけど、うん、ちょっと次やられたら危ないね、この右から。そうだね。ちょっと抜きやすい角度になってるか。うん。これどうだろうね。右からトリプルテイクアウトぐらい一気に狙えるとか無理か。ちょっと難しいかな。まあちょっと厳しいか。どうでしょうね、ヤスさん。犯人はヤスさん。犯人はヤスさん。てか僕世界選手権、まあ、全部は見れてないんですけど。はいはい。この何試合か見てて、はい、やっぱり、まあ、曲がらないシーンもあるけど、基本的にやっぱよく曲がるじゃないですか、タップデートが。曲がりますね。が、はい、だからあの、いいところにくっつけても、やられ返されたら一気に形勢変わっちゃうなっていうシーンが。そうですね、そうですね。結構ね、あとセンター付近、6フィートとか4フィートないぐらいに入ってくると、かなりね、切れ込んでくるんだよね。そう、外側だと全然曲がってこないとこもあったりとかして、うんうんうん、お吉田選手、本当にちょっと押したのかな、ちょっと当たったけど、まあとりあえず悪くない、いいところ、うん、うんうんうん、これ右の赤から押されたら結構やばいですか。そうですね、右の赤から黄色当ててナンバーワンの赤下げられたら相手がワンツースリーになる可能性はあるかもね。あ、もう来た、新しいの来たよ。まだやってこない。
なんかちょいちょい押してる。ちょいちょい押してんね。今叩いてもよかったかなと思ったけど叩かなかった。レーズ系できてますね。あんまり見えてなかったんかな。うん、か韓国あんまりそういうのやらないのかな、このチームはね。そうなるとでもこれ右側のフォーフットライン上にある6番の黄色をタップしたらワンツー取れるかな。斜めになってるアングルのやつ、黄赤になってたから、黄色ノーズかちょっと内側に当てて、その後ろについてる赤も押せば、うん、ワンツーいいところに入っと、うん、投げたやつも内側に隠れることできれば5番の黄色の裏に入ればもうパーフェクトな気がするけど、うんうん、できれば残しときたいか。うん、そうだね、シューター残しときたいよね、うん、投げたのがここら辺に、うん、これいくんかな、ユータ。うん、黄色しっかり下がっちゃってもいいよね、使えないところ。そうだね、中途半端に T ライン上ぐらいに残っちゃうと横からダブルとかで入ってきちゃうかもしれないね、うんうん。さあさあさあどうなんでしょうかね。あ、ガード、ガードにしました、松村選手。行かなかったんだね。やべべ、になる感じなんか、うん、てことはまたあれかな、日本ナンバーワン持ってるってことで、多分ね、多分こういうこと、あ、そういうことだ。そうするとこの左から赤、黄、赤ってタップするかな、大丈夫なのかな、うん、こっち赤じゃない、赤ね、あ、赤もいいか、そうだね、したらワンにはなりそう。そうだね、今スリーが日本だもんね、多分わかんないけど今ワン、スリー、うん、まあどっか左側から来るね、どっちみちね、おそらく、うん、そうですね。チータラ美味しそうですねって書いてますね。ああ、美味しいですよ。いや、塩対応だ。塩対応になってる。さあ、まだ、はい。ここ5エンド目だからね。あ、点数が入ってる。これね、点数が先に入るんだよね。そういう、そうそう。だから、多分タップ決まったのか、ナンバーワンだった。あ、ってことだね。決まったのか。多分、フォースしましたね、きっと。多分、ナイスフォースです、うんうん。ナイスフォース。はい。ナイスフォースナイスフォースフォースショット、ショットが出てないけど、ナイスフォースですね。何やる、何やったんだろうね。こっちタップした、ったのか。何したんだろうね。確かに、出てないけど。点数はさっき3対2だったから、もう点数が入ってるってことは。まあまあ。まあ、まあまあ、ナイスフォースですね。で、次複数点取れれば、まあ、もう、かなりね、優勢な状態いきますから。さあ、ということで、日本は5エンド終わって3対3。順調に来ております。そして同時視聴者数も1400を超えたようですが、あと100超えたらなんとね、なんかやってください。谷田さんやってくれるかな。すごい。犯人のやすがやってくれるかな。犯人のやすさん、あと100人ぐらいでもう1500人ですので、よろしくお願いします。あ、大丈夫、写真ゲットしました。ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、チャット欄ではナイスフォースもうめっちゃ出てます。ナイスフォース、ナイスフォース、ナイスフォース、もう、はい、すごい盛り上がっております。ヤスさんのおかげであれですよ、日本酒飲んでるけどチータラ食べたくなったらなったから明日買いますと言ってます。ああ、いいですね、嬉しいです。新しいの出てきました。世界カーリング猫さんの情報によりますと、ショット率日本 5エンド割って松村80、吉田が85、チーム83、ヤス括弧犯人度 100% ということで犯人確定。会場だけ教えてほしいな。え、
1秒だけ。何何、俺の罪が何なのかだけ教えてほしいっす。じゃあ世界カーリング猫さん、あの罪を教えてください。確定してる。マジで、なんかわかんないけど。面白い。コメントで、はい、谷田さん1500超えたら今日のパンツの色教えてくださいって。キャッてなってる、キャッて。そんなんじゃけど、普通には。はい。色が。やっさん、次野菜ジュースに変えたんですか？ああ、よくわかりましたね。もう野菜ジュース。あ、それがビタミン取ってる。めっちゃ健康志向だしにしてくるな。はい、始まりましたよ、6エンド目。はい、お、ナイス、ナイスショット。相手か。さあ、盛り上がってまいりました。さあ、相手がフリーズしてきたと。で、またここにまあフリーズを仕返すっていうのが、まあ、基本的な流れですね。あれ、園部さんもちょっと参加されてるのかな？園部さん、その、あ、園部ひな子ちゃんね、あの、SC の園部ひな子ちゃんが、あの、この山チャンネルで2回ほどね、うん、あのアナウンサー目指してまして彼女。出ましたよ。実況の練習をね頑張ってやってくれてますよ。もう非常に努力家で、うん、素晴らしいんですよ。はい、いいなアナウンサー目指せるって。はい。ヤスもいけるんじゃない？この滑舌じゃ無理だろ。まずお茶の間の皆さんもびっくりするだろ。ニューヨークのイケメンでしょ。ニューヨークのイケメンはアナウンサーにはならないから。大体パーティーだから毎日。パーティーね。リーピーポお、いいとこつけたよ。うん、さあいいっすよ。てかね、あれなんですよ、この多分韓国が強かったんだよね、多分ドローが奥に 75% か、うん、ちょっと奥に行って日本だからいい形になってるってことなんですよね。うんうんうん、あ、その次？その次がいい感じかな？どうなんでしょう？どうなんでしょう？見えません、まだ。わからない。はい。さあ、罪な男ですねって書いてますよ。あやみちゃんもいますって書いて。お、あやみちゃんもいます。ああ。さあ、みんなね、もう。見る画面が多すぎて、もう。もうね、はい。ほんとね、距離どうしていいかわかんないです。そしてはみ出るっていう。はみ出て、はみ出率が。ちょっと、はみ出率がちょっと。うん。はみ出率。はみ出率ね。はみ出率。あ、今日全然あれじゃん。ビタンコって言ってないじゃん。ビタンコね。あ、ビタンコめっちゃ来てますけどね。はい。うん。あ、これはちょっと転んじゃうかな。あ、ちょっと、あ、でもドロー 100% だけど、ちょっと外にいるような感じがするね。割れちゃったね。うん、あれ、ちなみに、あれ、ビタンコの発祥ってカホちゃんじゃなかったっけ？私？え？え？いや、グッサンがカホちゃんのプレイで。あ、そうそうそう、そうですよ。そっから生まれたんですよ。道銀線ね。そうそう、道銀線っていうか、そうそうそう。ビタンコね。ビタンコ、はい。そっからもう、そっからもうね、あの、はい、ずっと続いてます。NHK さんでもちょっと言わせていただきました、この間。おぉ、いいね、はい。すごい。流行ろうそうとしてる、はい。デビューしてる。さあ、ということで、さっきね、あ、やっさん、あ、そう、やすならテレ東の女子アナ枠でもいけますって書いてますよ。女子アナいけるって。この目つきで。いや、やばいでしょ。やっさんモテモテって書いて。ああ、ありがとうございます。どうも。皆さんのおかげです。アナウンサーで。ほんとね。本当イライラさせる。天才だわ。前で当てちゃって。さあ、韓国はタップ狙ってきて、多分内側にタップしたかったけど、外側に当たっちゃったということで曲がらないくなってきたのかな、そろそろ。そうだね、うん。曲がらない。曲がってないね。になっている。さあ、そうなんですよ。たまにね、曲がんなくなってくるんですよ。たまにというか、後半の方が曲がんなくなってくるかもね、やっぱ。そういう傾向はあるよね。なんか使っていくうちにどんどんまっすぐになって。あと内外がめっちゃ曲がる。多分パワープレイやった時は結構曲がってる。見てたら同じパス行った時いきなり滑り出したりしてるの、本当に。うんうん。うん、全然ね、違うとこ止まったりするね。
ちょっと霜が多いんだよね。来たよ、いいショット来ましたよ、吉田夕梨花選手。おお、はい、これぞビタンコショット。ビタンコショット来ました。来ました。ビタビタですよ、ビタビタ、ビタビタです。ビタビタですよ。おー、センターラインね、2つ。今日本高校っすもんね。やべべ、日本高校です。高校っすから複数点のチャンス来てますよね。いい感じですね、うん、あんまりでもこのチームやっぱテイクアウトしてこない感じだね、うん、テイク一個一個した。いや、してないかも。タップが一番得意じゃないのかな、テイクがね、うん、それもあるかもね、うん、あの前のね、前僕が出た時はあの双子さんいたじゃん、韓国の双子。おうおうおう、あの人はもうテイクめっちゃ使ってくる、センターガード。うまい、韓国 うまい、めっちゃうまい、うん、すごい上手。さあ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 、コメントでビタンコ、ビタビタ、ビタンコ、ビタンコ、ナイスビタンコ、ビタンコ、ナイスビタンコ、すごいチャンス。おお、ビタンコ。お、富士急のライブ配信やってるわ。はい、そうなんですよ。あ、うん、コアナちゃんやってます。やってますね。はい、3人で。やってもらってるんですよ。そうなんですよ。出演してやるかな。はい。どっちも出演してやるかな。やってくださいよ。お願いします。ちょっとやってみて。うん、なんか電波障害起きたら困るから。そっちでは犯人はヤスって来たらちょっと面白いね。え、来るでしょ。同時に見るやついそうだもん。盛り上がっております。さあ、韓国が、あ、センターラインにフリーズ、ーレーズが 50%。 ちょっとやっぱりセンターの裏に回りきってない。うんだね、うん、そうだね、うん、うん、チャンスだな。あ、本当だ。情報、岡本さんの情報によりますと、ここまで両チームでテイクは韓国の1回だけみたいですって書いてるね。皆さんの情報は、ね、すごいんですよ、これ皆さんもう本当にかなりね。そうするとこれタップでロールがまあベストなのかな。あ、吉田さんは、あ、右からカマーしてきたんだ。なるほど、うん、いいですね。ナンバーワンからナンバースリー、うん、大量得点行くんじゃないか。行くかもね、これ。うん。相手あと一投。おお。相手あと一投っす。おお。結構ピンチだね。そしたら何する？相手やばいかもね、これ。テイクしたら多分自分全部出て、自分っていうかさ、離れてっちゃうから。3点は。あるかもね。あるね。うん。そうだね。ここ1個しか出せないもんね。うん。うん、点差が3対3で今6エンド目だから、3点取れれば次パワープレイで2点取らしても最後ワンアップでパワープレイで勝ちだね。勝ちですね。うん、ここ3点取ればでかいね。黄色からなんかするかも。うん、黄色からね。うん。まだ、タイムアウト取るかもね、ここは、そろそろ相手。そっか、タイムアウトあるもんね。うん、マオさんがレモンになってますよ。マオちゃんレモン。マオさん何してんの？レモン。インスタグラムで犯人はヤス出てますって書いて。すごいな。すごいっす。なんか事件の予感がするね。うん、お、あやみちゃん、前半は通りさんのインスタライブに招待いただいてお邪魔してましたが、後半戦はこちらでお姉さんたちを出てる山チャンネルさんにお邪魔します。ありがとうございます。丁寧、めっちゃ丁寧だ。あ、本人か。うん、やっぱお姉様方の圧が辛いんだろうな、うん、だね。カホちゃんまた切れてる、切れてる。カホちゃん顔切れてたよ今。あ、顔切れてる。危ない危ない。もう愛しかないからね、あな、うんうん、ちゃん。怖い怖い怖い。さあ、
タイム取ってんのかな。タイムだね、多分ね、ちょっと時間かかってるね。これはタイムは出ないんだ、これには。さすがに。うん。ああ。うん？うん？出た？俺はまだだよ。黄色からもう一個出したんだね。ああ。1個出したの、横に当てて左の黄色から、ね、2点はあるのかな。そうか、あるある。そうだね、この白い部分に3もある ね、 ね、今ワンツーね。インターンから右サイドからドローを入れれば3点もチャンスある。うん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 、だね、時と同じ。うん、ゆりかちゃん投げたラインで今日このドローがね、意外と決まってないですんだけど。そうなんだ、ユータのね、なんか最後の一投がショート気味が多いね。短いのが多い。石が良くないかな。あ、決めてくれるでしょう。うん。ね、ユータ結構ね、プレッシャーのかかるショット今回ね、頑張って決めてるんだよね。うん。お、決まったんじゃない？決まった？お！どうなった？決まってる。これ出てない。決まったね。あ、決まった。三点。あだん。最高。はい、来た。これも勝ちパターン来たね。これは来てますね。三点。ナイス。これは来てるでしょ。で、これパワープレイだもんね、相手ね、次のエンド。そうだね。うん。ん？次何エンド目？次？次ね、7エンド目。おー、で相手パワープレイでしょ。相手パワープレイやって、わ、そして間もなく1500に行く。すげえ。お、ついにパンツの色が。はい。パンツの色なのか。明かされますね。確認しておきます。うん。いやさ、パンツ履いてる？履いてるな。履いてくれ。うん、今日は多分履いてるわ。履いてる。よかった。いやナイスだね。いや盛り上がっております。ナイスだね。チャットラインでも結構狭いドローだったけど、はい、うん、さあすごい盛り上がってる感じで出ておりますよ。さあすごいです、すごい盛り上がりでございますが、さあ残り2エンドどうでしょうね。こっからですよ、あのね、最後ね、やっぱ最後追い詰められたりとかもしてるからね、この2エンド、うん、大事にいきたいっすね。お、世界カーリング猫さんの情報によりますと、はい、長い、すごい書いてる。読んでください。はい、ショット率6エンド終わって松村83、吉田88、チーム86、ヤス括弧逮捕容疑殺人罪、刑法199条、ファミコンゲームでポートピア連続殺人事件の犯人です。ちなみに姉妹ゲームとして北海道連鎖殺人オホーツクに消えゆ消せもう発売されており、出身地などから判断すると谷田さんはこちらのゲームの犯人の方が適役かと思われます。で、試合観戦してる暇なかったよ。長い。これは試合見てませんね。見てません。試合見てません、ね、こっちは犯人ですね。調べてますね。こんだけなんか必死になってくれるんだろう、もう捕まりますね。何そのサービスショット。あ、スカルペル66さん、スカルペル66さん、ありがとうございます。オスオスやってます、ありがとうございます。スカルペル66さん、ありがとうございます。さあ始まってコーナー、あー、コーナーじゃなくてあれですね、パワープレイやってますよ。ミックがこれは決まんなかったんかな。そうだね、動いてなさそう。相手ナイス、1個出てるもんね。うん、そうだね。で、この逃げのパターンの時は松村雄太選手が真ん中をやってるかな。あ、やってますね、フォーメーションを、ね、変えてるんですよね、この時で、雄太が今ウィックを決めたっぽいね。おー、ナイスですね。で、相手が多分コーナーガードかな、これで、きっと、うん、
このポジション変えられるのも面白いよね。ね。うん。はい、そうなんですよね。さあ、これでコーナーガードかな、きっと。さあ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 、谷田さん、もう一度スクショタイムお願いしますって出てますよ。やっさん、声出てるか、うん、スクショタイム、うん、多分こういうやつじゃないですか。あ、変わります。はい、皆さん、スクショタイム、スクショタイム。サービス精神旺盛だな。本当だね、うん、素晴らしいよ、本当に。これは女子アナになれそうだな。なれるやろ。なんでこれでなれるんだよ。全員やるわ、そんなの。ガード見てきたね。うん、ちょっと見えてるから、そこから見えてそうだね、これは。うん、はい、あれ、ウィッグ出すのかい。ウィッグの後、え、ウィッグの後来た、もう情報更新、あ、来たね。あ、来て、あ、ガード置いてテイクアウトしたんだ。オッケー。でもここは、まあ、この流れでいけば、まあ、2点以内に済むってことだね、とりあえず。うんうんうん。あ、打ちましたね、一個。うん、打った。うん。なので、そうそうそう。アンナさんも MD やってほしいな、だって。ねえ、やりましょうか。エディンとやっちゃうってことだ、また。オファー出しますか。ちょっと大陸を越えて。やっさんがまだ来てないときさ、アンナちゃんミックスサブスやったことないって言ってたんだけど、このチャットの人が教えてくれて、いや、コンチネンタルでやったじゃんって話になって、アンナちゃん、エディンとプレイしたらしいよ。ええな。すげえよ。女王様だ。忘れてた。エディンとダブルスやってるのを忘れてたっていうのもすごいけどね。すごいよね。なかなか忘れる事件じゃないですか。うんうん、公式戦じゃなかったかった、ね、うん。まあ今のも事件認定あれですね。もうアンナちゃんの逮捕シーンもくださいですから、もう捕まってください。お願いします。逮捕。皆さんスクショタイム。逮捕。もうやるね。事務所に送られちゃう。うん。はい、インスタで、小谷姉がやすさんの逮捕ポーズやってるとか出てる。やめろって。やめろやめろ。さあ、もう盛り上がってますか。かほちゃんもやってほしいと出てますね。こんなに盛り上がる。本当。さあ、試合の方は。カムアランド、あ、やってるやってる。やってるやってる。やってる。カホちゃんのパワーだったら普通の手錠壊れちゃう。簡単に捕まらんの。捕まらないね。さあ、コーナーガードの後ろに隠してきましたので、これはまあ見えてるやつからテイクアウトかな、きっと。うまい。うん、あと2投だもんね。見えてるやつ出して。2点は OK。 2点 OK ね。うん、うん、さあ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 、この一番外出してワンツー、あ、ワンツーってかワンなんだね、これが。韓国がね、裏に行くしたやつがワンだから結構いいショットだった、うん、うん、さあどうなんでしょう。あ、やっさん1500超えたっぽいんで、後で用意しててください。マジっすか。はい。マジで。1500多分超えたっぽいっす。はい。1500いったーって来てるもん。もう、はい。今コメント出てきます。そう。はい、本当だ。すご。すげえわ。マジでいったんだ。これ多分あれだね、ライブ配信最高記録出たかもしれません。すごい。すごいっす。すげえ。もうコメント欄みんなね、もう自由になってて、もうパーマルツ色当てクイズとかもういろいろ自由になってますね。自由。
自由だな。うちらも予想する？そうだね。まあこっちもそんな簡単に当てられるつもりないんで。裏書いてるね。なんだろうな。いや配信の趣旨わからんのよ、そんなってくる。まあまあ今ね、多分タイマー取ってるから、ゆっくりね。ゆっくり考えてください。プロに見せかけて、お、ゆうた松村、前のからランバック狙って後ろジャムで残って一つコーナーガードっていうところになりましたね。おおっと、これは3点パターンなの？3点パターンあるね。うん、3点パターンある、ね、見えてるかな、赤。なんだこれ変な音だ。うん、カホ、あ、違うか、私か、なんだ、止まってるもん、アホ顔で。トウちゃん止まってる、トウちゃんアホ顔で止まってます。宇宙からの見えてないでほしい。カホちゃん止まってた、うん、宇宙に行ってた今。ちょっとさあ、韓国フリーズ来ましたよ。そうなんだ。だからもうヒットロールで、まあ、2-3 作戦じゃないですか。で、2点で抑える。うん。すっごい、もう今の、あれだよ、コメント欄も、パンツの色ばっかりみんな書いてるからね。皆さん好きですね。はい。皆さん好きですね。ラスト見たところ、当たりはいないな。うん。そのべひなこちゃんもね、色当てもう出ちゃってますからね。はい、いや、なんか受け狙いの人多いしな。ガチで来てない、まだまだガチで来てない、みんな。お、ゆりか吉田ダブル決めましたよ。お、ナイスナイス。だからもう2点で済んだね、最大2点。うん、すぐすぐナイス。ワンは黄色、ワン黄色だと思うね。あ、濃いね、うん、でもまあ2点ならね、今2点ここ追加されても6対5で1点勝ちのね、ここでパワープレイでしょ多分ね。うんうんうん、おう。おあ、2点だった？2点だったね。2点だね。2点だった。オッケー、めっちゃギリに見える。うん、ギリに見えるね。じゃあパンツの色当ての前に、まあ1500行きましたんで、谷田さんのね、まずお宝写真から公開お願いしたいと。実家じゃないんであんまなかったんですけど。まあ、はい。これあれですね、大学時代に、まあ、あの僕児童養護施設に研修に行ったことがあるんですけど。はいはいはい。うん、その時に子供たちと一緒に釣りをしてヤマメを釣った谷田。もう大学生ぐらいだね、これは。大学3年です、これ。ああ、もう最近の顔になってるもんね、もう。割と、うん。いい顔してんな。いい。かっこいいでしょ。うん。やっさんでも、あれ、ちっちゃかった時、全然違うよね。うん、ああ、赤ちゃん。もうちょっと可愛かった。うん、もっと、ま、丸いっていうかさ、ゴリゴリ感じゃなかったよね。なるほどな。でも、ほぼ写真見せちゃったしな、みんなに。そうっすね。じゃあ、俺もちょっと探すかな。うん。こういう時代ですね。あ、そう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 。やっさんのね。かわいい。そうっすね。七三分け？それ。七三です。この時から。さあ。さあ、1点差、ラストエンド。パワープレイ、あれもう日本パワープレイ使ってるよ。もう、うん、順調にいけば。ワンアップウィズ。今、5対、そうだね、1点取ればいいから。ワンアップウィズ。投げるフォーメーション、あ、ごめん。投げるフォーメーションどっちかちょっとまだ見てなかったな、そういえば。あ、今これが変わったな、ごめんね、今変わった。あ、世界カーリング猫さんのショット率情報ありがとうございます。7エンド割って松村82、吉田84、チーム83、安のパンツ透明度 100%。
小野寺かほかっこアホ顔度 100% めちゃくちゃですよ、もうおめでとう、やられたわ。逆に透明のパンツあるなら欲しいよ。いや、パンツの意味ある？透明でも。意味ない。さあ、韓国はドローから来たね。強いナンバーワンから取ってきたね。そっかそっか、そういうこともあるんだね。ユータが投げるかな。ユータが投げてタップすると思うんだけどね。多分ユータが、あ、ユータね、やっぱユータ投げて、うわ、うまっ、うまっ、めちゃくちゃうまいですよ。出し切ってない、これね、出ちゃったらもうあれだもんね、戻さなきゃいけないもんね、フリーガードゾーンだから。ナイス、絶妙ですね、これは。これやばいでしょ。ナイス。うん、もうキーショットじゃないこのエンドの。早くね、相手前、これはでかいね。うん、で次からテイクアウトできるからね、もう日本は。ほぼ終わりましたね。終わったね。これでもうゆりかちゃんピールしていけばいいでしょ、もう。うん。あと一応気をつけなきゃいけないのが、センターライン上がね、テイクめっちゃ曲がるんだよ。曲がってた。そう、昨日もね、そう、曲がりすぎてピールがね、あの、右狙ってたのが左サイド当たっちゃうとか、そういうのもあったからね。一応気をつけなきゃいけないね。やっぱりダブルスでやってるとセンターあんまり使わないから、うん、下に取られたりとかするってことかな。うん、いやさ、エアーテッシの局長さんからあのコメント入ってますよ。あ、可愛くてイケメンな谷田さん、でも高校生の時全道大会でナヤロ男子が3位でナヤロ女子が優勝して市長に報告に行った取材の時はものすごくブータれた顔が忘れられます。僕も忘れられません。やっさあ、可愛い時代ですね、これ。可愛い時代だったんだね、そんな時代だったんだね。ブータれてたか。時代がないと面白みがないんですか、まあ、そうですね、やっぱりね、若い時はそのぐらいじゃない。かわいい、かわいい、はい、はい、ピールしてまたセンターガード、はい、前をね、はい、もうこの繰り返しだよね、しばらく。で、そうね、4投目ぐらいでフリーズいくかな多分。ゆりかちゃんがテイクの間に1回多分フリーズいくと思うんだよね、予想としては。パワープレイの時はテイクアウトできるんですって書いてますが、高校の2投目からテイクアウトできますからね。はい、高校の2投目、全体の4投目からテイクアウトできますので、この回はだからまあ逃げやすいですよね。あ、かほちゃんがまた止まったよ。またアホ顔だよ。本当だ、来た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 。アホ顔 100% の止まって、かほちゃん、お、ちゃんと吉田ゆりかさんピール成功。帰ってこない、かほちゃん帰ってこないよ、しばらく。まあいいか。さあ、これってもしポッにフリーズに行ってさ、うん、相手がナンバー2取ってたら何するの？ここに来てたらね。あ、これ多分でも次ここ狙うよね。うん、次は狙いそう、うん、多分次狙うと思うんでね。あ、かほちゃん再入場。なんて、なんか、アリサちゃんのインスタで裏解説の裏鑑賞中ってなってるけど。大丈夫なんか。ちょっとされてるわ。それ面白い。怖っ。やばいぞ。ほんとだ。裏解説の裏鑑賞中ってちょっと怖いね、なんかね。鑑賞に裏を持ってねえだろ。確かに。みんな裏なんだ。鑑賞はみんな裏なんだ。お、カオちゃん帰ってきた。あ、戻ってきた。おかえりなよ、またさあ、また宇宙行ってしまったカホさんって書いてるね。戻ってきましたよ。
さあ、これタイ、ここでタイムアウト取ってんのか？なんか、止まっ、進まないね。進まないね。ここで。お、なんか、インスタライブの視聴者数が300人を超えたら、石垣さんのお宝映像を公開するらしいので、インスタライブにもログインして、今175人。ということで、誰のインスタライブに行けばいいんですか？誰だ？え、インスタライブなんかやった、通りちゃんとかかな？通りちゃんのインスタライブにとりあえず行ってみてください。さあ、そしてですよ、韓国予定通りフリーズしてきました、ナンバー2で。これどうしますかね、谷田選手。まあ、僕が考えるベストは、はい、右の4フットの、はい、バック4、8番ぐらい。なるほどね。ワン、ツー。はい。そしたら、多分相手そこにフリーズ来るから、最後ピールで終わる。そうだね。ユータの余裕でピールできるしね。一番ベストはね、ただそこまで正確に置けるのかどうか。これをただ単純に打っちゃうのは得策じゃないのかなとも思ったりするけど。そうだね。打ったら多分、外の赤に多分止まるよね。当たるよね。うん。そしたら最後相手に、あの、ワンツーとりあえず作ってきちゃうもんね。うん。お、でも打ってきましたよ。打ってどうなった？ね。ああ、で、いいか。まあ、この裏は使われちゃうかな。まあ、そうだね。ヒットロールしてきて、最後、ユータがドローだね。そう、多分ラストドロー。うん。うんうん、うわ、これ緊張するね、ドローは、最後。ノーズヒットでもいいぐらいか、逆に。相手はね、ノーズだったらでも、最後ダブル狙うかな、ユータだったら。いやー。ドロー。まあでも2点スチールの可能性も あるけどね。うん。うん、いや、4人制だったら絶対ドローでしょ。ね、うん。だけど、ダブルスだからさ、どっち来るかな。うん、まあ、とりあえず韓国はまずこれ出してね、ロールかステイだよね、多分。うんうん。ワンツーは作ってくるね。あ、お、うん、どうなった？ふっと左にロールした。左見たから、ちょっとドローはしやすいね。うん、そうだね。ワンツー、ワンツー、あー、ガードの裏にね、入ってきたね。じゃあもうこれ、うん、ドローだね。ドローの一択ですね、これで。やった、これさ、ちょっと怖いね、一応。緊張する。いや、さっき、いいの決めたよ。さっき、いいの決めたね。3点の時、ドロー決まったよね。決まった。うんうん。よし、じゃあ大丈夫だね。よし。大丈夫と。よし。よし。頼むよ。まあ、フルエッジ以上のドローだから。そうだね。うん、まあ、赤い丸に近く決めれば、勝ち。さあさあ、ここだよ。頼むよ。これは、時間、日本タイムアウト取ったのかな？ 1 回か。おっと、どう？お、どうなった？決めました。え？おお、決まった。決まった？よっしゃい。ど真ん中に決まってます。うわぁ、すげえ。やったー、ナイス、勝ちましたね。ありがとうございます。やったナイス、よかったよかった、ナイスです。いやー、よかった、これはよかったよ、ナイス、うん、いやー、これはよかったよね。これはね、結構ね、さすがユータ、最後決めましたね。いやー、よかったよかった、さすがです。よかったよ、これはよかったっすよ。うわー、ナイスです。これで日本は、とりあえずまた世界選手権、来年この20チーム枠に出れるということですね。お、よかったよかった、やりました、ありがとうございます、おめでとうございます。いやいや、よかったよ、いやよかった。多分これね、もし負けてたら、25、6カ国中で3位にならないと、あ、4位にならないと上がってこれなかったから、おー、かなりね、厳しいところだったから、よかったですよね。大きな一勝ですね。はい、うん。
いや、大きいですね。ということで、これで大会が終了ということですね、ミックスダブルスは。あの、日本の試合は。うん、お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。本当に頑張りましたが。ということでね、こっからがね、日本はもうオリンピックに向けてね、始まっていくわけですから。うん。あと、ロミーさんっていうのかな。ロミーシャングっていうのかな。わかりませんが。ロミーさん、解説ありがとうございました。ということで、皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。いやー、そういうことになってきまして、まずミックスダブルスで言うと、谷田さん、こっからね、9月にあのあれですね、トライアルですね。まず、あ、僕が戦うんでしたね。僕出ますよ。まあ、まずは世界というか、コロナが落ち着いてからですね。そうですね、そうですね。そしてそのまま先4人制ですかね、国内のトライアルは、代表決定戦は4人制ですね。4人制やってってことは、その時はコンサドーレとして出て、あ、出ないんだ、うん、出ません、出ません、すいません。今自分出る気だった、ごめんごめん。すいませんでした、すいません。 SC 対コンサ、そうそう、すいません。先ちょっとコメント読ませてもらいますけど、世界カーリング猫さん、大変な状況下で楽しい裏解説ありがとうございました。たくさん笑ってもらえてよかったですということでね、世界カーリング猫さん、いろんなね、パーセンテージつけてきました、ありがとうございます。捕まってます。はい、マラドーナさん、マラドーナさん、日本勝利おめでとう。山口さん、アンナさん、カホさん、ヤスさん、楽しい時間をありがとうということで、マラドーナさん、ありがとうございます。ありがとうございます。それからチャオさん、チャオさん、ありがとうっていう文字いただいております。チャオさん、ありがとうございます。猫カーリングさん、猫カーリングさん、日本勝利記念、ヤマさん、長期間お疲れ様でした。カホさん、アンナさん、ヤスさん、代表決定戦頑張ってくださいということで、はい、ありがとうございます。ということで、ヤスさんは、9月はミックスダブルスがトライアルあると。それでアンナちゃんとカホちゃんは、はい、9月に、ロコソラーレと対戦するということですね。はい、そうです。で、あれですね、あの、山口さんが裏解説か表解説があるということですね。そうですね。まあ、どちらか入れればいいですね。詳しくなりそうですね、まあ、またそうですね。はい、志保H さん、志保 H さん、チーム応援団お疲れ様でしたということでね、皆さんも応援本当にありがとうございます。志保 H さん、ありがとうございます。岡門さん、岡門さん、楽しい解説ありがとうございました。カーリング楽しいということでね、喜んでもらっております、ありがとうございます。一番嬉しい言葉、いいですね。もうコメントがめちゃくちゃ早くなっておりますが、ちょっと待ってくださいね。ササニー B さんかな、ササニー B さん、配信ありがとうございました、楽しかったです。それからありがとうございます。 EP0707 さん、山さんのオーガナイズで MD と楽しめました、ありがとう。谷田さん、フォロティウスもお疲れ様でした、ありがとうございます。ユーモトさん、山口さん、男女の世界戦含めロングランの裏&表実況ありがとうございました。谷田さんはじめ皆さんも楽しかったですということで、ありがとうございます。はい、どんどん来ております、ありがとうございます。行くどこさん、山口さん、本当に楽しい配信ありがとうございました。今季のカーリングは本当に楽しかったですということで、いやー、本当に選手の皆さんもありがとうございました、盛り上がっております。PO さん、PO さん、コロナ明けに皆さんでコーヒーをということで、ありがとうございます。コーヒー飲みましょう、これで。ありがとうございます。高橋深田さん、解説ありがとうございました。スイープ好きとしては豪華すぎる解説群ということでね、確かにこうスイーパーばっかりですね。筋肉部ですからね。てっちゃんが来ればもう完璧だったんですけどね。てっちゃん声も完璧だった、うん、本当だ。今日仕事って言ってました、てっちゃん。領事伊藤さん、皆さんありがとうございましたということで、ありがとうございます。トンボビタンコさん、あれ、トンボビタンコさんになってますね、もう。素敵な時間をありがとう。カーリングロス号泣ということで、トンボビタンコさん、ありがとうございます。ベンジャミンさん、ヤマさん、ピーちゃん、アンナさん、ゴーくん、カホちゃん、あやみちゃん、トーリちゃん、そしてヤスさん、本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。ヤマちゃんとトーリちゃんは決勝の解説も頑張ってください。同銀ずっと応援しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。決勝の解説やるんですか？はい、決勝もやります。もう一回表残っております。はい、ミュールさんからミュール130ナオさん、皆さんお疲れ様でしたということでありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで皆さん、あ、コアナ通りさんもお疲れ様でしたということでね、ありがとうございます。さあ、こんなたくさんいただいておりますが、日本のファンがねかなりカーリングを詳しくなっておりまして、そしてカーリング熱がめちゃくちゃ上がってるというのが今の現状でございますが、それを受けて犯人のやすさんどうでしょうか？に発言権あるんですね。あります、あります。いや、本当に嬉しい限りじゃないですか、本当に、はい、あの山口さんがこうやってやってくれたのもすごく大きかったと思いますし、いえいえいえ、あのこれからもあの温かく見守っていただければ、そして代わりに楽しんでいただければ嬉しいですね。いや、うん、本当ですよ、ありがとうございます、はい。いや、もう本当ね、この裏解説のスタートはね、あの谷田さんがねいてくれたからこそできましたので、本当にありがとうございます。 ありがとうございます。多分一人だったらね、このショットバイショットを見て喋る勇気はちょっとなかったですね。はい、ということで ER 川さん、 ER 川さんありがとうございましたということで、ありがとうございます。結局何色だったのって来てる。あ、そうですね、パンツの発表がねちょっとまだないですね。そうですね、僕のオーパンティーの話ですね。そうそう、オーパンティーの話ですね。ねえ、あ、じゃあそうですね、答えだけ言っときますか。はい、まあなんか僕最近なんか巷で風神だか雷神って呼ばれるらしいんで、はい、今日のパンツは雷柄です。雷柄、すごい、雷神ってますか、すごい、バッチバチ電撃キャッシュ、バイを超えてくる。それはじゃあ、ね、あれですね、当選者いませんね、きっと。当選者ゼロです。あら、ゼロだな、多分。まあ、一番僕が好きだった回答は、はい、赤と黒のティーバッグって人です。ティーバッグ、なるほど。テスト回答は赤と黒のティーバッグ、はい。なるほど、なるほど。おめでとうございます。ありがとうございます。なるほど、なるほど、ありがとうございます。丸雪さん、丸雪さん、素敵な解説ありがとうございました。皆さんの選手としての活躍も期待していますということで、ありがとうございます。切り影さん、切り影さん、山口さん、裏解説お疲れ様でした。楽しい実況でますますカーリングが好きになりました。豪華ゲストの皆さんにも感謝、盛りということでありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。はい、さあ。世界選手権から帰ってきて、そして、一旦これでオフを迎えるんでしょうか、北海道銀行のお二人さんはどうでしょうか。オフアイスになりますね。トレーニングとかは続きますけど。なるほど、帰っても筋肉をビッタビタにしていくというわけですね。ビッタビタにしていくわけですよ。ビタミン5で筋肉を。ちなみにあれですか、トレーニング内容っていうのは、まあ、細かいのはまあいいですけども、企業秘密だと思いますけども、まあ、カーリング選手、どんなこうオフトレやってますかって、多分皆さん気になってると思いますけども、その辺どうでしょうか。何やってるんですか、皆さん。教えてください。じゃあ、北海道銀行の安野さんからじゃあ。そうですね。まあ、本当に全身使う競技なので、まあ、自重がメインですけれども、まあ、全身鍛えて、あとはうちのチームは結構走り込みは多くやってきたので、インターバルだったり外での陸上トレーニングを結構メインにやって、こう体を全身をうまく使うみたいな、そういったトレーニングはやっています。あれですよね、なんか僕うまいことできないんですけど、なんかこういうのやってないですか。ああ、割り自慢やった、大事バランス。おお、やば。僕ここ。安買ったいんだよね、そういえば。やばいな。すげえわ。すげえわ。今のすごいね。そうだよね、バレエとかもやってるよね。バレエだっけ、ね。うん、バレエやってます。バレエストレッチ。なるほど。バレエストレッチやっております。かほちゃんも Y 字バランスできるようになったんです。今シーズン。ちょっと公開、公開してください。座って。おお。スッと行くな。
すごい。すごいよ。そう、みんな本当に体の能力が上がってきて、ね、できる増えてきたんですよ。なるほど。まあ俺とかも体めっちゃ硬いからな。頑張って柔軟しよう。そうなの。めっちゃ硬い。え、でもピラティスやってるよね。ピラティスやってますが、まあ、硬いからやってるっていうのもあるよね。ちょっと、山地バランス見せてもらっていいですか？山地バランス見ちゃうの？って、曲がってるもん。ダメでしょう。ダメでしょうね、はい。これは筋肉部でバレーストレッチの回やりますか？やりますか？あ、いいですね。ねえ。やばいな。嫌な汗出ちゃうよ、もう本当に。やっさんはどんなトレーニングですか？なんかでも、そんな特別なトレーニングはしてないですけどね。まあ、体幹もやるし、ウェイトもやるし、有酸素でランニングもやるし。今日はもうスクワットケースからやってきたのは。そうですね、今日はスクワットとかもやってましたし、はい、でも最近今年、はい、コロナ禍っていうのもあって、はい、なかなかいろんなとこに他のスポーツをやりに施設で遊びに行ったりも行けないんで、はい、ちょっとできるものでちょっと何かプラスになるものを始めてみようと思って、はい、ペニーっていうスケボー乗ってますよ。へー。で、技とかじゃなくて、うん、片足で乗ってこうプッシュってこぐ。ああ、はいはいはい。この動作にちょっと近いところあるかなと思って、バランスも鍛えられる。なるほど。まあ確かに。クルージングしてます、かっこよく。おお。あたりもニューヨークのイケメンにつながってくるっていう。なるほどね。譲らないな、そこ。なるほど。それの効果か、今日トレーナーにバランス良くなったねって褒められました。おお。効果出てんじゃん。それはニューヨークになってる。それはさ、短いやつ？長いやつ？あ、でも、なんか22と27ってなんかあるんだけど、22はちっちゃくて、22インチ。27インチってちょっと、まあ普通のスケボーよりはちっちゃいけど。すごいね、タイヤが滑らかで滑るから楽しい、クルージング。クルージングクルージングっていうの？あっか。いや、結構でも難しいよね。すごい。俺もね、買ったんだよ。去年かな、一昨年か。で、俺めっちゃ怖すぎて、ああいうの怖って思っちゃって。で、結局家では、ローリー乗せてこう、遊んでた。それはそれで可愛い。そうっすか。なるほどね。かおちゃんは？まあ、かおちゃんも同銀、アンナちゃんと同じ系のトレーニングですか、やっぱ。一緒ですね。やってることはほとんどみんな一緒かな。うんうんうん、私はそれこそ体が硬いから、ストレッチとかは多めにやってます。はいはいはい、なるほどね、うん。なるほど、なるほど。さあ、コメントいただいてる方は皆さん何かありますか？大丈夫ですか？やすじバランス見たいっていうのもちょっと入ってたような気がしますけど。さっきも見ましたよ。やすじバランス両足ってことか。あ、Y。 あ、Y か。やすじバランス。めちゃくちゃだろ。ちょっと怪しい角度になってる。うん、怪しい怪しい。非常に怪しい。怪しいよ。はい。あれですね、もうあとはグッさんに決勝解説してもらって、そうですね、もっと裏のギャップを楽しむっていう回に。いやいや、最近ね、裏風をちょっと出てきちゃったからね。はい、出来になったら出来にならないようにちょっと気をつけたいと思いますけど。いたんこですねって言っちゃう。そう言っちゃう時もありますよね。まあでも一応ね、大丈夫だと思うんですけども、うん、はい、だとは思うんですけどね。はい。ということですね。はい。ということで、もうね、本当に今日はもう、1500人以上の方がね、見ていただきましたので、多分山チャンネル史上最大のね、もう1600人近いぐらいまで来ましたね。最大の視聴者数ということでありがとうございます、本当に皆さん。
ということで、日本の、ね、カーリングのファンの方々はね、また来年、皆さんの活躍をね、来シーズンね、期待してますので、頑張りましょう。行きましょう。はい。どうしたか。大丈夫ですか。口開いてたけどね。大丈夫ですか。うんうん。口開いてた。なんか皆さん一言ずつ最後いいですか。お別れの挨拶していきましょう。アンナ選手からお別れの挨拶。あ、そうですね。はい。もう今シーズンずっと無観客試合での試合が多かったので、今日このようにして皆さんと一緒に試合が見れてすごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、加穂選手、加穂選手も何か挨拶があれば。はい。今日は本当にありがとうございました。皆さんと一緒に日本代表を応援することができて本当に楽しかったです。また機会があればよろしくお願いします。ありがとうございます。で最後犯人のやすお願いします。はい。真面目な解説から。くだらない話から逮捕まで何もかもありがとうございました。次会うのは僕は氷の上でなのかもしれませんけど、ここで見せたニューヨークのイケメンから氷上のイケメンになれるように頑張りますので、どうかこれからもよろしくお願いします。まあ、これでイケメンになれるかどうかわかりませんけど、これはイケメンになれん気がするわ。ちょっと無理だね、イケメンには。これ明日のヤフーの記事になってほしいな。カーリング界のイケメン捕まる。ぜひやってほしいな。イケメン捕まる。はい、ありがとうございます。ということでね、あ、ロシアパンさん、ロシアパンさん、山口さん、配信ありがとうございました。山口さんの配信ですごく楽しかったし勉強になりました。ずっと応援しています。頑張れ日本ということでね、頑張っていきたいと思います。はい。ということで私はね、9月の方はね、表か裏かでね、また皆さんをね、応援したいと思いますので、はい。ぜひぜひね、それまで備えてね、技を磨いておきたいと思います。それでは日本のファンの皆さん、そして、皆さん、ありがとうございました。これにて、山チャンネルの裏解説は終了したいと思います。皆さんでは手を振ってお別れしましょう。日本のファンの皆さんありがとうございました。さようなら。また来シーズンも応援よろしくお願いします。